皆さんこんんこにちちはマイメロことはあちゃんです今回は私がよく使っているスクイーズの着色剤を作る動画を撮っていきたいと思いますと。いつも私は主にジョイントコークに絵の具で色をつけて着色剤を作っています。今回はその色をつける作業動画を撮っていきたいと思います。とご興味のある方、スクイーズを作ったりしている方はぜひ見ていただけると嬉しいです。今回は とこんな感じで汚れてもいいようにこういったものとお盆を引いてありますと汚れてもいいものを引いてからやってください今回はと私がいつも作業する時の紙コップとは違う大きさのミニサイズの紙コップを使います今回は動画で紹介するだけなので少しずつ少量ずつ作っていきたいと思います今回はチョコレート色、いちご色、抹茶色の3種類を作っていきたいと思います まずはチョコレート色の着色剤から作っていきます。まずはジョイントコークを紙コップの中に入れていきます。たくさん作りたいという方は大きめの紙コップにたくさんのジョイントコークを入れてください。今回は少しだけしか作れないの作らないのでこれぐらい入れていきます。 それでは早速作っていきたいと思いますまずチョコレート色の時に使う絵の具はこちらのバントアンバーになりますこちらはリキテックスベーシックスアクリルカラーというものになりますこんな感じですどんな絵の具でも大丈夫なんですがバーントアンバーがおすすめです焦げ茶色でも大丈夫ですそれではこの絵の具を入れていきます 入れることができたら割り箸で混ぜていきます割り箸を使うのは割らないで割り箸を使うといいですで、普通にこう食べる時に使うこっちよりこの後ろの方が太いのでこっちがおすすめですで、割らずにここで混ぜていきます割り箸じゃなくてもいいんですが私は割り箸を使っていますマドラーとかでも大丈夫なんですが割り箸がいいので私は割り箸を使っています こんな感じの色になったんですがもうちょっとチョコレートっぽくしたい方はもっと足すかちょっと黒を入れるといいと思います私がいろいろな絵の具を買った中でこの絵の具が一番ジョイントコークに合うなと思ってこの絵の具を使っていますこんな感じでできましたチョコレート色はこれで完成になります 次はストロベリーのいちご色を作っていきたいと思いますと先ほどと同じようにジョイントコークをカップの中に入れます出にくくなったらここからこっちまで定規や手などでこうこっちの方に出してここから出していきますこんな感じになりますそうしたら今回使う色はライトローズ ピンクを使いますこっちは水性絵の具なんですが本当はアクリルの方がいいんですが水性でも大丈夫なので、はい、問題ないのでこちらは、はい、こちらを使いますとライトローズはすごく薄いので薄いパステルを作る時にはいいんですが今回は混ぜて作ります,こんな感じですそしたら先ほどと同じように混ぜていきます 本当に薄い感じのピンクっぽい感じの色になるのでこちらのピンクを入れていきます、まあ、桃色なんですけどねはいとこれは入れすぎるととっても濃い色になってしまうのでちょっとで大丈夫ですもし万が一入れすぎてしまった場合は白いジョイントコークを足すか白い絵の具を入れるかどちらかにしてくださいちゃんと全体に混ざるように混ざるようにしないと,と白い部分 ピンクの部分になってしまうのでちゃんとしっかりと混ぜてください足りないなと思ったら途中で追加して入れてくださいはいこんな感じですはいこれでいちご色は完成になります次は一番この中でもちょっと難しい抹茶色を作ります 私は抹茶色を作るのが苦手だったんですがいろいろな絵の具で試してみた結果このやり方が良かったのでそちらのやり方をご紹介したいと思いますまずは先ほどと同じようにこのジョイントコークのホワイトを入れていきますこんな感じです、はい、入れることができたら着色していきます割り箸を用意して こちらのパーマネントイエローグリーンそれからアクリル絵の具オード色今回はこちらは100均の絵の具なんですが今この同じアクリルガッシュのシリーズのイエローオーカーが切れてしまっているので今回は100均の絵の具で代用します次はこちらの水性絵の具の黄緑そして 上の方は、ね、もう入っていないのでマステル止めてあるんですがパーマネントグリーンミドルというカラーを使いますこちらの4色を混ぜていきます量が濃くなってしまった場合はこういったリキテックスベーシックスアクリルカラーのホワイトで薄めていきますなるべく濃くなりすぎないように作っていきますまずはこちらのパーマネントイエローグリーンを少量入れていきます 今回は抹茶色なんですがと私はオー,ドオード色を入れた方がいいなと思ったので今回オード色も使いますいつも私は抹茶の時にオード色も入れていますこちらがパーマネントイエローグリーンとジョイントコークのホワイトを混ぜたカラーになりますこれだけだととっても明るすぎるのでこの中にパーマネントグリーンミドルを入れていきますこれを入れすぎるととてつもなく濃くなってしまって 苔みたいな色になるので注意してくださいこちらこんな感じでちょっと出てしまったので入れすぎたら困るので先端にちょっとつけてそれでこの中に壁にちょっとつけます壁から取って混ぜていきます ちょっと足りないので、もうちょっと入れていきます。はい、こんな感じです。これだけだと、まだちょっと明るすぎるので。その中に入れるのが、こちらのイエローオーカーになります。黄土色ですね。それを。少なすぎず、多すぎず、入れていきます。 多すぎるとちょっとあの茶色感が増して大変なことになるのでそんなにたくさんは入れないでくださいこんな感じですちょっと少なすぎたのでもうちょっと入れていきます 抹茶色を作る時はいろいろな絵の具を足しながら調節して入れて混ぜて入れて混ぜてを繰り返して抹茶色っぽくしてくださいこれだけでもいいと思うんですがこちらの黄緑をちょっと入れることによって抹茶感が少し増し増ますもっと濃い抹茶色を作りたい方は先ほど入れた えーと絵の具それからこちらのディープグリーンなどを入れてもいいと思います今回ちょっと明るすぎるのでディープグリーンも加えていきたいと思います今から追加で材料追加ですいませんディープグリーンはちょっと濃いめの渋めのグリーンなので濃い抹茶を作りたくない方はおすすめしないんですが濃い色でもいいよっていう方はディープグリーンを入れるといいと思います ちなみに私の絵の具の購入先は主にコーちゃんほうか大丸富士セントラルで購入していますその他にも購入したりとかするんですが主にその2つのお店で購入することが多いです抹茶が一番時間がかかってしまったんですがこんな感じで抹茶色が完成しました抹茶色を作るのがすごく苦手だった私でもこの色なら簡単に作れるので抹茶色が苦手な方もぜひ作ってみてくださいというわけで今回はチョコ色と ソラベリー色と抹茶色の作り方のご紹介でしたスクイーズを作る時にジョイントコークを塗って私はいつも作っているのですが今回は着色の工程をお見せしましたこれだとそんなに水っぽくはないんですが水をあの少量入れて混ぜてもちょっととろみがある感じでいいと思います自分好みの硬さになるまで少,少しずつちょっとずつ水を加えたりとかしてくださいというわけで今日はスクイーズの着色 材料の、えー、ジョイントコークに色をつけるという動画でした参考になれば嬉しいですそれではバイバーイ